はい、それではベクトルのね、内積について話をしていきたいと思います。まず、例えば三角形 OAB があってですね、このベクトル A とベクトル B、内積っていうんだから積なんだけども、ベクトル A とベクトル B の、掛け算みたいなもんなんだけど、 A と B の内積はこのように定義します。ベクトル A の大きさかけるベクトル B の大きさかけるこの2つのベクトルのなす角ですね、コサインシータというふうにして定義されます。この内積はこういうものと定義するっていうので、なんでそうなるのかとかいうのはないですね。A と B の内積はこのように定義するよと。で、一応注意点なんだけども、内積っていうことで積なんだけど、やっちゃいけないこととして、このベクトル A とベクトル B をですね、かけるっていう記号は使ってはダメです。かけるっていう記号は使っちゃダメです。なんで使っちゃダメかっていうと、ベクトル A かけるベクトル B っていうのは、実はちょっと違う意味になってしまって、これ、外積っていう、一応、細かく言うと、大学生で習うようなところなんだけども、ちょっと別の意味をちょっと表してしまうので、だから、かけるとは書かないでください。必ずこういうね、点で書きます。その時に、この大きさ、コサインシータということで、この長さとこの長さとコサインシータをかけたもの、これを内積という形で定義します。で、じゃあこの内積って一体何者なのかと。で、このね、内積っていうのを、利用することによって、このベクトルの問題ですね、いろんな問題にちょっと応用ができるんですね。例えばですね、三角形の面積を求められるようになったりとかですね、するので、こいつを定義することによってちょっと、図形の世界が広がっていくからこういうのを作るんですけども、じゃあそもそもこの内積とは何ぞやっていう話をちょっとこれからしていきます。例えばこの図でね、ベクトル A とベクトル B の内積だったら大きさコサインシータってことなんだけど、まずちょっと、これを理解するためにはですね、ちょっと直角三角形で、こういう直角三角形があったとします。で、ここの角をシーターとして、ここを X、ここを R とします。で、X と R とシーターにはどんな関係式が成り立つかっていうと、これは三角比でやったと思うんだけど、コサインシーターが、R 分の X っていう形で表すことできたよね。コサインシータイコール R 分の X。ってことは、両辺 R 倍すれば、X イコール R コサインシータだってことだよね。ということなので、ここの横の長さは R とコサインかけたもので出るっていうことですね。これをまず押さえてください。で、そうすると、このね、内積は何を意味してるかってことなんだけど、二つのベクトルがあって、この、ベクトル A のですね、真上からですね、これ光を当てます。ピカって、光を当てます。で、その時に、このベクトル B なんだけども、このベクトル B は、こういうね、ここは地面だと思えば、こういう影ができるよね。で、この影のベクトルを正斜 A ベクトルと言います。正斜 A ベクトル。影のベクトルなのね。で、例えばこれを X ベクトルとしましょうか。これ X ベクトルとします。で、この今からやるこの内積っていうのは、この A と B の内積というのは、ここの、今言った大きさコサインシータになるわけだけど、大きさコサインシータで、このベクトル B
コサインシータかけたもの、これがですね、まさしく R かけるコサインシータでこの横の X が出るわけだよね。ってことはこれだったらこのベクトル B の大きさにコサインシータかけてるから、このベクトル X の大きさを表すよね。つまりこれ正斜A ベクトルの大きさを表すってことなんだよ。このベクトル B かけるコサインシータがベクトル A かけるこの長さかけるこの長さ、結局ねこれ長さをかけてるに過ぎないわけ。これとこれの内積はったら光を当てた時にここに影ができて、この影の長さとここの長さを掛け合わせたものが内積だっていうことなのね。こことここを掛けたものを内積と言いますよと。この辺の長さを掛けてるに過ぎないです。いい。で、これが、今0から90度の間だったらこうなるけど、この90度を超えてしまったらどうなるのかってことなんだけど、これも同じように光を上から当てます。で、光を上に当てたらこうなるよね。そうすると今度正斜 A ベクトルっていうのはまあこういうベクトルになるんですね。ベクトル X ということでこうなります。で、そしたら、やはりベクトル A と、ベクトル B の内積を考えるわけだけども、これはですね、ベクトル A の大きさかけるベクトル B の大きさかけるコサインシータで出ると。で、ここでコサインシータなんだけども、コサインシータっていうのは180度からここアルファでしょうか、180度、このシータっていうのは180度からアルファ引いた角になるよね。なのでちょっとここに書いちゃいますけど、コサインシータっていうのはコサイン180度引くアルファになるんですね。で、コサイン180度引くアルファっていうのは、形変えるとマイナスコサインアルファになるので、ということなので、この式っていうのはベクトル A の大きさ、ベクトル B の大きさ、もしもここをアルファとしたときにコサイン180度引くアルファ、つまりマイナスコサインアルファということになります。で、マイナスをちょっと前に出すと、ベクトル B の大きさとコサインアルファかけたもの、これとコサインアルファかけたもの、やはりこのベクトル X、つまりこの正斜 A ベクトルの長さを表すので、結局マイナスベクトル A の大きさ、ベクトル X の大きさというふうになります。つまり、90度を超えたらですね、まあコサインってマイナスになるので結果的にマイナスなんだけど、まあ、マイナスをつけたこの正斜 A ベクトルの長さとベクトル A の長さ、これをかけたものが内積になってるってことなのね。光を当てた時の正斜 A ベクトルと、このベクトルの長さをかけたもの、ただしマイナスがつくよと、90度を超えたらですね、というふうになっています。ちなみに今0から90度の時と90度から180度の時やりましたけど、じゃあ90度の時どうなるのかっていうことだけど、90度の時だったらコサイン90度って0になるでしょ。だから内積0なんですね。つまり2つのベクトルが垂直の時はね、コサイン90度をかけることになるので、大きさがいくつになってるもかかわらず結局0になるよってことは言いたいわけ。いい。なので、まあ、例えばね、こういった問題ですね、まあ、こうあった時に、ベクトル A があってベクトル B があって、例えばベクトル A の大きさが、3だとしましょうか。で、この時ベクトル A とベクトル B の内積を求めなさいと言われたら、結局ここは90度って分かってるものに関しては、今言ったようにここの角が何度であろうかね、今コサインシータ、このシータをコサインシータのシータの角度が分かってなくても、この光を当てた時にこのベクトル B の影ができるわけじゃん。そうすると今言ったようにこの内積っていうのはこの2つのベクトル、この正斜 A ベクトルとこのベクトルの掛け算で出るわけだから、これだったら光を当てた時のね、
影ってこのベクトル A と被るわけだから、つまりこれ 3×3 で9って出るわけ。分かる？ここの角が何度とか出てなかったとしても、ね、結局 3×3 で9って出たりするので、もちろんですね、この公式をしっかり覚えて、当てはめてやるってことももちろん大切なんだけど、もともとの意味としてはあくまでもこの正斜ベクトル、そのベクトルをね、掛け合わせたものっていうね、意識を持っているとこんな風にね、考えることもできるよってことですね。これが一応ね、内積の意味です。いいかな。でこれからですね、この内積をうまく使って、いろんな問題をね、解いていきたいと、思います。以上で解説終わります。じゃあねー。